公明党の里見隆二でございます。質問の機会をいただきましてありがとうございます。本日3月11日東日本大震災から満9年を迎えます。まず冒頭、東日本大震災以来関連してお亡くなりになりました方々のご冥福を改めてお祈り申し上げますとともに、被災をされ今なお避難されている方々、そしていまだに復興の途上でご苦労されている皆様方に心からお見舞いを申し上げます。政府主催の追悼式は残念ながら本日中止となりましたけれども、本委員会でも関連の質問をいたしまして、私自身がこの立場で今何ができるのか、復興に向けての決意を固める機会にと受け止めております。この1週間で福島県大熊町、双葉町、富岡町のそれぞれ一部でございますが、避難指示が解除されました。しかし今もなお被災地から避難者の数は全国で4万人超、中間族福島県出身の避難者が、県外避難者が3万人超と及んでおりまして、今後も避難者、県外避難者の皆様に寄り添い、お支えをしていかなければなりません。復興支援の重要な課題の一つであります、心のケアは、NPO など民間部門が全面で支えていただいております。今後もこうした支え手を行政がバックアップしていくという必要があろうかと思います。復興庁として、特に福島の県外避難者を中心に、心のケアをどのように進めていくお考えか、横山復興副大臣にお伺いいたします。横山復興副大臣。お答えいたします。復興副大臣に就任後、県外避難者の意見をお聞きする場や、支援団体が集まる会議に参加するなどして、当事者や現場の話を多くお聞きをしてまいりました。特に原子力災害による県外避難者については、避難生活の長期化や避難者が置かれた状況の多様化が指摘をされ、こうした事情を踏まえた丁寧な支援の継続が課題であると認識をいたしました。具体的には、全国26カ所の生活再建支援拠点における各種の相談対応や交流会の開催、県外避難者に対する相談、見守り等の NPO など避難者支援団体の活動への助成、発災時にお住まいであった自治体の地域情報の提供などの支援に、関係自治体や NPO 等と連携しながら取り組んでいるところでございます。昨年取りまとめた復興の基本方針において、復興創生期間後もこうした支援を継続するとしているところでありまして、引き続き県外避難者に寄り添った取り組みを推進してまいる所存でございます。里見隆二君。よろしくお願いいたします。復興は着実に進んでおりますが、進行状況は分野それぞれによって異なります。福島県の漁業、そしてそれに連なる水産加工業、仲卸から消費者に連なる流通環境を含めた水産関連の産業の再生に向けた取り組みも重要な課題でございます。福島県のいわゆる試験操業を行う沿岸漁業などの水揚げ量は依然、震災前の 15% という状況でございます。そこで横山副大臣は、水産業の博士であるということも伺っておりますけれども、こうした福島県の漁業、水産業の復興のために、本格操業の再開に向けて、どのような対策を進められるか、お考えを伺いたいと思います。横山復興副大臣。お答えいたします。福島県沿岸で行われております試験操業につきましては、平成24年の開始以降、順次対象漁種を拡大をし、今はすべての魚種が水揚げできるようになりました。しかしながら、水揚げ量は震災前の 14% にとどまっているところでございます。まもなく震災が発災した時刻になりますので、ここで答弁を一旦中断させていただきます。質疑の途中でありますが、この際、一言申し上げます。まもなく東日本大震災から9年目の発災の時刻となります。被災地の一日も早い復
旧復興を記念するとともに、犠牲となられた方々のご冥福をお祈りするため、午後2時46分に合わせ、1分間の黙祷を捧げたいと存じます。どうぞご起立をお願いします。黙祷。黙祷を終わります。お着席お願いします。質疑を再開いたします。横山副大臣。答弁の途中になりましたけれども、順次対象業種を拡大をし、してきているところでございますが、水揚げ量は震災前の 14% になっております。この少ない水揚げ量の状況というのは、漁業者への影響にとどまらず、その取扱量が大きく減る水産加工業、そして流通業にとっては、大変に厳しい経営環境につながっているものと認識をしております。このため、漁業では水揚げ量を震災前の5割以上に回復する取り組みを推進をしております。で、また水産加工業におきましては、販路回復のための商談会、機器導入等の支援のほか、流通販売面では店頭での県産品コーナーの設置など、消費拡大の取り組みを後押しをしております。今後ともこうした流通加工業の厳しい経営環境の認識のもと、福島の水産業全体をしっかり下支えをしていく決意でおります。さらに来年度予算案におきましては、増額計上しております風評払拭リスクコミュニケーション強化事業、これが水産物を含めた効果的な情報発信にこれを利用して進めてまいりたいと考えております。本日で東日本、以上でございます。里見隆二君。副大臣、せっかくですので最後一言、復興に向けてのご決意をもう一言お願いします。横山復興副大臣。決意ということでございますので、自分の思いでございますけれども、この本日で、震災から9年を迎えました、これからは10年目に向けて歩みを進めていくわけでありますが、水産業を含む残された課題は多様でございます、そうした多様な課題に対応するために今国会におきましては復興庁10年間延長する法案も提出をさせていただいているところでございます。この復興庁設置法等の改正案のご審議をいただき、そして復興副大臣として引き続き現場主義を徹底をし、現場に寄り添いながら被災者の声をお聞きをし、その声を復興の施策に反映できるように被災地の復旧復興に全力で取り組んでまいる決意でございます。里見隆二君。横山副大臣、よろしくお願いいたします。次に新型コロナウイルス対策、感染対策について伺います。昨日特措改正案が閣議決定国会に提出され、衆議院今日午前中も内閣委員会で審議に入っております。合わせて先週西村大臣が担当大臣として就任をされました。私はもっと早くご就任いただきたかったなと、そんな思いでございます。これまでこの参議院予算委員会におきましても、先週来
審議が続いておりますけれども、加藤大臣が厚生労働大臣として、クルーズ船の対応含め水際対策から、そして国内の検査、保健所関係を含む公衆衛生、そして医療体制の整備、またマスクの生産、提供体制など、もちろんこれは各省、各大臣との連携の中でございますけれども、非常に多忙を極め、ぜひ内閣官房にも、この司令塔、総理官房長官の下でご調整いただく閣僚がいらっしゃればなと思っていたところ、こうした人事が行われたということで、頼もしく思っております。西村大臣はこれまでも官房、また内閣府の担当副大臣等とご経歴をされておりますが、こうした役割について、どのようにそうした経験を生かしていくか、またこの司令塔の調整役として、その任を果たされていくか、そのご決意を伺いたいと思います。西村国務大臣。ありがとうございます。ご指摘のように、先週ですね、このインフル特措法の担当ということで拝命をいたしまして、これまでの経験を存分、もう十分に生かしてですね、しっかり対応していきたいと考えているところでございます。内閣副大臣のときには健康医療戦略室も分野を担当しておりましたし、また官房副長官のときは全体の調整も行ってまいりました。そして今、経済全体を見る立場でもございます。そうした経験、しっかりと生かしてですね、頑張っていきたいと思っております。まさにこの新型コロナウイルス感染症は収束できるかどうかの今、正念場ということでありますので、この時期にこうした経験を生かすと同時にですね、今朝、先ほど衆議院の内閣委員会で、この改正法案が可決をされました。成立した後にはですね、政府の対策本部が立ち上がり、本部長である安倍総理大臣のもとにですね、総合調整の権能も法律上付与されますので、そうした中で関係省庁との調整、そして都道府県との調整など、しっかりと行って、何としてもできるだけ早くこの感染症を収束させていきたいという決意でございます。里見理恵君。今、大臣からもお話がありましたとおり、本日の午前中の衆議院内閣委員会で賛成可決で、賛成多数で可決をされたと伺っております。その際、付帯決議もなされ、その中には緊急事態が発生したと認める判断をする場合には、するにあたっては、あらかじめ感染症に関する専門的な知識を有する者、その他の学識経験者の意見も聴取することと、また、緊急事態宣言をするにあたっては、特に緊急の必要がありやむを得ない場合を除き、国会その旨、および必要な事項について事前に報告することといった付帯決議が衆議院の方ではなされております。ちなみに、こちら、参議院予算委員会におきましても、この特措法制定時に、内閣委員会で付帯決議がされまして、当時の与野党の審議協議の一つの成果として、同様の趣旨で追議をされ、また参考にさせていただいているところでございます。この点、大変重要なところだと思いますけれども、西村大臣はこの緊急事態措置の実施にあたっての手続きについて、どのようにお考えでしょうか。お伺いします。西村国務大臣。まさにこの緊急事態宣言ですね、発出されれば、都道府県知事にですね、さまざまな私権の制約を伴う強力な措置が付与されますので、この判断にあたっては、専門家のご意見をしっかりと聞いてですね、これは適切に判断していかなきゃいけないなと。もちろん国民の生命健康を守ることは大事でありますので、それと措置とのバランスをよく考えていかなきゃいけないなというふうに思っているところであります。で、32条におきましてですね、この緊急事態宣言に発出にあたっては、期間とか区域を決めるわけですけれども、その延長や変更の規定もございます。そうした際にもですね、しっかりと専門家の意見を聞きながらですね、対応していきたいというふうに考えております。とにかく、私権の制約を伴うということを十分に考慮しながらですね、この判断を進めていくこととしたいというふうに考えているところでございます。里見理恵君。今大臣おっしゃったとおり、この緊急事態宣言、これは私権の制限があり、極めてその判断にあたっては慎重でなければならないと、これは私ども公明党の与党審査でも強調させていただいたところでございます。また宣言を出すにあたっても、専門家の知見を前提とし、そして透明性のある手続きという点を改めてお願いしておきたいと思います。では続けて、こうした新型コロナ対策感染関係を受けての政府の対応策についてお伺いいたします。昨日、政府の対策本部で緊急対応策第2弾が取りまとめられました。
私ども公明党といたしましても、数字にわたり提言をし、それを踏まえてのものというふうに受け止めております。この中で特に注目をしておりましたのが、本日、資料1枚目でも配布をしておりますけれども、学校の臨時休業に伴って生じる課題として、多くの方々からご意見、ご要望いただき、そして提言をしておりました、自営業フリーランスの方々が休業を余儀なくされた場合の支援策でございます。休業による減収に対する所得補償について、その対象者となる具体的な範囲、また支給手続き、具体的にお伺いをいたします。稲津厚生労働副大臣。お答えさせていただきます。昨日取りまとめられました第2弾の緊急対応策について、いわゆるこのフリーランス、委託を受けて個人で仕事をする方であって、小学校等の臨時休業等に伴いまして、子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康安全を確保するための対応を講じて、対策を講じると、このようにしております。具体的には、個人で就業する予定であった方について、業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合に、就業できなかった日数に応じて、これは1日4100円、これは定額で支給する、そのような予定でございます。支援対象とする子育て世代につきましては、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行うことが必要となった保護者、また新型コロナウイルスに感染した、または風邪症状など、新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子どもの世話を行うことが必要となっている保護者を予定をしております。本支援金の適用の日でございますけれども、本年2月27日から3月31日を予定しておりまして、申請先などですね、この支援策の詳細につきましては、決まり次第速やかに公表し、そしてしっかり周知をさせていきたいと、このように考えております。できるだけ早くお示しできるように対応してまいります。佐藤隆二君。ありがとうございます。この4100円という金額、これまださまざま議論が、また意見が出ているところではございますが、またこの対象範囲も、これ、運用では非常にグレーゾーンもあって、難しい判断も出てこようかと思います。ただこれ、厚労省がこうした個人事業主対策として、ここまでやったことがないという意味では、非常に踏み込んだ対策であると、その点は思っております。仕組みがですね、こうした個人事業主支援というのは、私は今まで見たことがありません。ただこれ、運用してですね、また今後どういう結果になっていくのか、またぜひグレーゾーンについてはですね、こうした皆さんをぜひ救っていくという、そうした立場で、運用をお願いしたいと思います。また2月27日から適用ということですけれども、日々の収入で生活をされている方がいらっしゃるという意味では、今、詳細は決まり次第ということでしたけれども、早急にこれを確定していただき、この受給に早急につながるようにお願いをしておきたいと思います。では次に介護の関係でこの対策の中でお伺いしたいと思います。私の地元愛知県名古屋市では先週デイサービスの2カ所で集団感染が発生し、名古屋市から該当地域でのデイサービスの一斉休業が要請をされ、その地域で高齢者が必要な介護が受けられないという深刻な状況になっております。こうした状況下で介護体制をどのように確保していけばいいのかと、そのサポートをぜひお願いしたいと思います。また、これまでも言われておりますマスクの物資提供、これは対策に盛り込んでいただいておりますけれども、どちらかというと医療という方が前面に出ている考えいたしまして、介護についてもですね、ぜひ、進めていただきたい。医療機関では優先供給スキームというのがあると聞いておりますけれども、介護分野でもこうした検討ができないかと、そうしたことを含めて、介護分野における対策、副大臣にお伺いいたします。稲津厚生労働副大臣。お答えさせていただきます。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止することは大変重要でございまして、公衆衛生対策の観点からは、必要な場合には自治体の判断で介護事業所に対しても休業要請が可能であると、このようにお示しをさせていただいているところでございます。一方で介護を必要とする方に介護サービスが適切に提供されることが重要と考えておりまして、通常利用している事業所のサービス利用が難しい場合にあっては、介護支援専門員、ケアマネージャーが中心となって必要なサービスの調整を行うことが基本でございます。
で、その上で、それまでサービスを利用していた方に、必要なサービスが提供されるようにする観点からもですね、一時的に人員や運営の基準を満たすことのできない場合も、介護報酬を減額しない、そしてまた休業しているデイサービス事業所が、それまでの利用者に対し、そのお住まいを訪問をして、できる範囲内でサービスを提供した場合にもですね、介護報酬の算定を可能と、このようにしております。こうした取り組みを通じまして、引き続き介護を必要とする方に、介護サービスが適切に提供されるよう努めてまいりたいと考えております。でそれから介護分野のにおけるマスクの関係でございます。これにつきまして、一つはまずこの各自治体で備蓄しているマスク等のニーズを把握した上で、自治体内で保有しているマスク等、不足している介護施設等にですね、放出するように、2月の21日付で依頼をしたところでございます。それから緊急対応策の第2弾、昨日、ここにおきまして予備費を活用して、いわゆる再生利用可能な布製マスクを2000万枚、国が一括して購入し、介護施設等に対し、自治体の協力も得ながら、少なくとも1人1枚はですね、行き渡るように十分な量を配布させていただくことをいたします。配り方等につきましては、詳細これから検討でございますが、議員ご指摘のことを踏まえて、早急に対応させていただきます。ご高齢の介護家族がデイサービスのデイサービス事業に行けないとか、あるいは予防的に行かせない方がいいんではないかと、そうした状況、すでに出てきております。また今後も出てくる可能性、十分ございます。自宅で家族介護をするために、介護休業を余儀なくされる労働者に対して、その休業が取りやすくなるような支援制度、こうしたことも必要になってこようかと思います。今回、この対策の中に、まだそこは十分ではないという認識でありますけれども、状況をよく見極めていただきながら、この点もご検討いただきますようお願いいたします。もう一点、私の地元、愛知県での話でございますが、もうこれ、1ヶ月前に遡っての話で、クルーズ船、ダイヤモンド・プリンセス号が、から下船をした無症状の感染者、しばらく収容される施設にいらしたという、どこに収容したらいいのかという課題がございました。厚生労働省から要請を受けた愛知県にあります藤田医科大学が、岡崎医療センターという、まだ4月の開業予定の施設で、まだ開業しておりません、その施設が2月17日から受け入れるという決断をしていただいたと、そういう経緯がございます。実はその私もその岡崎市の、まさにその施設の近所に住んでおりまして、その受け入れ当日には急遽開催をされました住民説明会にも参加をしてまいりました。厚労省からの要請に応じて受け入れを決めた藤田医科大学の護衛団には敬意と感謝を申し上げたいと思います。一方で、ご近隣の皆様、近所の皆さん、住民には、感染のご心配を持ちつつも、ご理解、ご協力いただく方が多くいらっしゃる一方で、突然の住民へのお知らせということで、自治体、愛知県岡崎市、また大学が大変説明にご苦労され、恐れを抱く住民の皆さんの理解を得るのに相当の時間をかけられた、ご苦労されたという経緯もございます。私はこうした経験から、国として地方自治体、また住民の地域の皆さんへのとのコミュニケーション、説明のあり方について、大変考えさせられるところがございました。住民や国民の皆さんへの説明、発表のあり方、これをタイムリーに、どこまでも丁寧に行っていただきたいと思いますけれども、この点、いかがでしょうか。稲津厚生労働副大臣。お答えいたします。感染症に関する情報公開について、これはこれまでも議論がされておりましたけれども、公衆衛生上の必要性と、個人情報保護に関するリスク、これを比較、省略いたしまして、そもそも公衆衛生上の必要性を欠く場合ですとか、個人情報保護にかかるリスクが公衆衛生上の必要性を上回ると考える場合については、当該情報は公表しないということになっております。各自治体においてもこのような考え方を基本としつつ、個別の情報、実情を踏まえてですね、それぞれの責任において判断、公表しているものと承知をしています。で、今、議員からご指摘のございました、まさに議員ご自身が住民説明会に臨まれた件につきまして、大変ご指摘はですね、極めて重要なことだというふうに思っております。その上で、この対策にご協力いただいた自治体ですとか、住民の皆様が不安を感じないようにですね、丁寧な説明を心がけて
参りたいと思っています。またこれらのですね、情報発信を自治体に共有することによりまして、自治体からの情報発信を支援しているところでございますが、今後ともですね、国民の皆様への迅速で正確な情報提供と合わせて、地方自治体へのですね、情報発信、また情報共有に努めてまいりたいと、このように考えております。里見隆二君。次に外国人留学生や日本語学校への対応について伺います。3月5日本委員会で高瀬博美議員の質問に対して、森法務大臣から入国が延期になった外国人留学生には柔軟な対応をいただけるというご答弁をいただき、実施をしていただいているものと承知をしております。こうした一連の入国管理に関する情報については、この対象となる留学生や日本語学校にもすでに通知をしていただいているのか、お伺いいたします。森雅子法務大臣。委員ご指摘のとおり、高瀬委員等からご指摘を受けまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により入国時期が遅れている外国人の方に配慮して、昨日から当面の間、通常3ヶ月間とされている在留資格認定証明書の有効期間について6ヶ月間有効なものとして取り扱うことといたしました。このほか、日本語教育機関における臨時休業の取り扱いやオンライン授業が可能であることなどについて Q&A を作成をしております。こうした取り扱いや Q&A については法務省のホームページに掲載するとともに、その内容に応じ各日本語教育機関に対して個別に送信送付して周知を図っております。引き続き日本語教育機関や留学生の置かれた状況に十分配慮しながら、委員のご指摘も踏まえて柔軟に対応し周知してまいります。里見君。今のホームページあるいは個別にもご通知いただいていると、お答えいただいて誠にありがとうございます。ただ私、日本語学校あるいは留学生の関係者の皆様からお伺いをしておりますと、今回はこの入国管理ということでありましたけれども、例えば大震災、また台風、水害等で、さまざまな情報が各業界、各それぞれの LINE で通知が来るけれども、日本語学校というのはなかなかこう組織が体系立っておらず、情報が来ないんですと、そうした不安のお声をいただいております。これは先ほど小川先生のご質問でも、専修学校、各種学校というお話がありました。これは学校といいましても、学校教育法上のいわゆる一条校以外、専修学校、各種学校、また日本語学校の場合、株式会社、個人経営と、さまざまな様態がございます。これは萩生田文部科学大臣にも今日お越しをいただいておりますが、直接でも、あるいは自治体経由でも、方法は問いませんけれども、こうした全国的な規模での感染症の広がりというときに、留学生の同行、あるいは休校とすべきかどうかといった、そのための参考となる情報、こうした日本語学校にも行き届くようにご配慮をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。萩生田文部科学大臣。今般の新型コロナウイルス感染症の対策について、文部科学省としては、大学等が臨時休業や学生に出席停止の指示を行う場合の留意点などを、出入国残留管理庁に情報提供しております。これらを踏まえて、出入国残留管理庁において、日本語教育機関における休業やオンライン授業の扱いなどを、新型コロナウイルス感染症への対応にかかる Q&A にまとめ、各日本語教育機関に周知されているものと承知をしております。文科省としては、引き続き日本語教育機関に情報が適切に提供されるよう、出入国残留管理庁と緊密に連携し、必要な協力をしてまいります。なお、先生からご披露いただきました、専修学校、各種学校に対しては、都道府県などを通じて、同様の通知を情報提供しております。ありがとうございます。今の出入国管理の情報については、法務省を通じてと、あるいは専修学校、各種学校については県からということでありました。結局、なかなかこの日本語学校というものがこうきちんとこう体系立って把握をされてないということだと思うんですね。これ、例えばですね、これ日本語学校、あるいは日本語学校の特に留学生の数ですね、こうしたものがしっかりこう政府として把握されているかということも、私は非常に気になっているところなんですけれども、これは文部科学省、また法務省、それぞれこの留学生の数、どのように把握をされているでしょうか。文部科学省、博井高等教育局長。お答えいたします。独立行政法人日本学生支援機構が実施した外国人留学生在籍状況調査によりますと、日本語教育機関に在籍する外国人留学生の数は、
2018年5月1日時点で9万飛んで79人となっております。法務省高島出入国在留管理庁次長。出入国在留管理庁の方からもお答えいたします。出入国在留管理庁におきましては、在留資格、留学で在留しているものについて統計を作成しておりますが、教育機関の類型別の在籍者に関する統計はございません。すなわち日本語教育機関という括りでは統計は有しておりません。そこで留学生に関する数で申し上げますと、日本語教育機関に入学する留学生に対する在留資格認定証明書の交付の件数、これは分かっております。この在留資格認定証明書交付件数について申し上げますと、平成29年度は8万1000件、平成30年度は8万件というふうになっております。里見雄一君。結局今ご回答いただいたとおり、なかなかこう精一的に統一的に把握はされてないということだと思うんですね。私は日本語学校というのはこれから留学生も増やしていこう、今こういう状況でありますけれども、中長期的には海外の皆さんを受け入れて、さらに日本で働きたいという方はぜひ日本で一緒に働いていこうと、そういう立場であるにもかかわらず、その育成するべき立場にある日本語学校がまだまだこうした状況に置かれているというのは非常によろしくないと、もっとしっかりとした体制を作っていくべきではないかと考えております。この点、昨年6月に今日資料で3番目にお配りをしておりますけれども、日本語教育推進法が成立をいたしました。これは議員立法で成立をされたものでございますけれども、日本語教育の主管大臣は海外については外務大臣、国内は文部科学大臣とされております。この法律の中で日本語教育機関に関する制度の整備について検討条項が入っております。この進捗状況、検討状況について文科大臣にお伺いいたします。萩生田文部科学大臣。新たな在留資格の創設等によって、我が国の在留外国人の数は280万人を超え、過去最高を更新して増加傾向にあり、日本語教育に対するニーズが高まっております。そのような中、先の国会で成立した日本語教育の推進に関する法律、附則第2条において、日本語教育を行う機関について、日本語教育の水準の維持・向上を図るために必要な適格性を有するものに関する制度の整備について、検討を行うものとされております。文部科学省としては、まずは同法第10条に規定された日本語教育の推進のための基本的な方針を策定の上で、政府全体としての調整を図りながら、同法附則第2条の検定事項について速やかに着手してまいりたいと思います。先生、ご指摘の問題意識極めて大事で、今日本語学校っていうのは、さっきご披露いただいたように株式会社率もあれば、学校法人がやっている場合もあれば、各種学校、専修学校などの場合もありますので、その体系は問わないんですけれども、少なくともカリキュラムはですね、やっぱりこれから基準をきちんと決めて、このレベルまでいけばこれだけの日本語がしゃべれる、分かるということが、外形的にもきちんと評価できるものにブラッシュアップしていかなきゃならないと思っておりますので、今回のこの法律を上手に使いながらですね、制度をさらに向上させていきたい、こう考えております。里見雄一君。大臣の今の姿勢で、これは非常に大事なことであり、外国人の皆さんを受け入れていくという意味では、早く整備をいただきたいという点でございますので、よろしくお願いいたします。この検討条項についてですね、検討にあたってクリアすべき論点、ここで事務方で結構ですので、明らかにしていただきたいと思います。文化庁次長、今里譲君。検討対象とされている日本語教育機関でございますけれども、さまざまな機関が存在しておりまして、設置形態、今ございましたが、多岐にわたり、求められる日本語教育の内容や、学習している外国人属性目的、多様でございます。で、この多様な機関におけられる日本語教育を効果的に推進していくためには、どのような機関を検討対象とするべきか、日本語教育の水準の維持・向上を図るために必要な適格性をどのように判断すべきか。維持向上を図るべき日本語教育の水準をどう考えるか等の論点につきまして、関係者から意見を聞きつつ慎重に検討する必要があると考えてございます。基本方針を策定の上で、政府全体としての調整を図りながら、検討条項について速やかに着手してまいります。里見雄二君。
大臣の先ほどのご決意、これ前向きに進めるというふうに受け止めました。どうぞよろしくお願いいたします。それと次に認知症施策についてお伺いをいたします。認知症も高齢化に伴って、日本社会の中長期的には非常に重要な課題でございます。国会では認知症政策を強力に進めるべく、すでに昨年6月に衆議院で認知症基本法案が議員立法で提出されております。一方で、先月認知症に取り組む NPO 等の皆様が主催された院内集会では、与野党を超えて各党それぞれから代表がお見えになって、これを受けて各党構成員としての勉強会もスタートしております。認知症制定に向けた国会でのこうした活動にも期待をいただきながら、この認知症政策の重要性について、稲津副大臣からご答弁いただけます。稲津厚生労働副大臣。お答えさせていただきます。認知症施策、これはもう政府一丸となって取り組むべき、重要な政策課題でございます。今、議員からお話になりました認知症の施策推進大綱、これに基づきまして、矯正と予防を車の両輪としたして、施策をしっかり推進していきたいと考えています。具体的にはチームオレンジの取り組み推進ですとか、通いの場の拡充ですとか、予防の取り組み、これをしっかり推進してまいります。また今、ご指摘のありました、いわゆるその認知症基本法につきましてはですね、政府としても今後、関心をしっかり持って注視をしていきたいと、このように考えております里見隆二君。どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後になりますけれども、本日3月11日は、春闘の主要企業の集中回答日でもございます。すでにお昼もいくつか出てきておりますけれども、時間が来ております。現下の情勢の中で、非常にこの賃金の引き上げ、また働き方改革、これは非常に注目されているところですけれども、最後、端的に、はい、分かりました。じゃあ、これはですね、しっかり同志に向けて、この賃金引き上げ、また働き改革、進めていただきますよう、これ、西村大臣としてもしっかりお進めいただくこと、お願い申し上げまして、終わりといたします。ありがとうございました。里見隆二君の